自由？髪型ってこと？モヒカンゴロウやし。俺様は死ぬ前、動物園で芸をやっていた。人間じゃなかった、普通にゴリラやった。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、チャオ！学園長室までやってきた。さあ、話したかったことは何だい？エマちゃんのこと？エマ！聞いてくれるか、YSP クラブ。なんと我が愛しのエマが何者かにさらわれてしまった。なんなん？ピーチ姫みたいな感じ？何回もさらわれるんですか？夜中に私の家に誰かが忍び込んで、エマを連れ去ってしまったのだ。家まで？マジか。犯人を探したいところなのだが、暗くて顔も見れなくてな。もしかしたら家のどこかに犯人の痕跡が残っているかもしれん。私の家は校庭から北にある。特別に庭に立ち入りを許可する。頼んだぞ！諸君、なんとしてでも、アズスンアズでエマを取り戻してくれ。どこ？あのなんか和風な感じの家？漆黒の襲撃者。学園長の家が夜中何者かに襲撃され、エマがさらわれてしまった。学園長のためにもエマを取り戻そう。まずは学園長の家に手がかりがないか調査だ。犯人を探してさらわれたエマを助けよう。お、高機動宇宙兵フェイスめっちゃいいやん。調査開始しよう。うん。そう言ってくれると思ったぞ、YSP クラブ。家の周りを探しまくるのだ。何か見つけたら報告してほしい。あー、エマ、どうか無事でいておくれ。クエスト、漆黒の襲撃者発生。調査を開始しよう。ってことで。エマさん、音量絡みの事件によく巻き込まれちゃうね。音量に好かれてしまう体質なのかもしれないな。超能力に目覚める前兆としてありそうなパターン。降りていきますか。一階まで降りて。くぅ、メカたちの声が聞こえる体質だったらもっと幸せなのに。ワープとか別にする必要ないかな。どこだ？変な先生に好かれる体質になりたい。近くにワープしていけるような場所。ずるいぞ、キュービ先輩。おまま行こう。俺の変な先生に好かれる？オス、オス。好みがおかしなやつに好かれる体質でないと。やっぱあの和風のでっかい家じゃない？いや、私何回かさ、素材集めで忍び込んだことあるよ。ここやろ。ほら。ほら、なんなら私屋根の上とかも登ったことあるけど、特別に許可するとか言われなくても。で、何？学園長の家の周りを調査？あ、こうやってやるよってなんか落ちるかどうか？こういう感じで拾えるんかな？ウキウキウッと。猫が鯉を狙ってるよ。あ、何これ？なんだこのバナナ。バナナ？犯人が落としてったのか？学園長に見せに行くか。え？学園長に見つけた手がかりを報告しよう。マジで？これ手がかりなの？何それ？食料品のバナナを落としてったってこと？なんか、おやつとして携帯しとったとかそういうことかな。ダサ。そんなので足がつくとか、ダサすぎん？まあ、とりあえずね、戻って。報告しようか。でもこれさ、バナナを見つけましたって言われても困るくない？じゃあ普通に。そんなことない？おおってなるんかな？はい。学園長、犯人の手がかりを見つけました。こんなものが落ちていたんです。学園長にバナナの皮を見せた。なんだと？バナナの皮だと？学園にこんな大きいバナナなどないぞ。そういうこと？そうか。わかった。エマのことをバナナと間違えてさらったんだな。髪とかそっくりだし。そんなんやったっけ？ちょっといまいち覚えてないけど。エマをバナナ扱いするな。金髪やったってことかな。で？バナナの皮を捨てていくなんて、犯人はまるでゴリラだな。あ？俺じゃねえからな。ゴリラで反応するなよ。誰も君のこととは言っていないが。やべえ！この。いつもグレーバーに仕上がるくせに。むむ。誰ですか？こんなところにバナナを捨てたのは。え？先生の声がしたのは5階の方だよね。犯人がすぐ近くにいるのかも。マジで？この学園の生徒とかってこと？諸君。今すぐ向かうのだ。おっしゃー！逃がすかー。楽しそうね。5階って言ったよね。バナナの顔を手がかりに犯人を追いかけよう。5階。この1個下ってことか。よし、行きます。てか、学校の中にもバナナの皮捨てとるってこと？本当にあれやん。ほらはい。バナナの皮をポイ捨てするなんて、まったく困った人もいたものですね。
バナナを捨てた人影が少し見えましたが、あっちの方に逃げていきました。YSP クラブ部室近くの階段から4階に降りていったみたいですね。ほう、部室近くの。まあ、部室はここよね。で、4階に、バナナの皮、どんだけ落としていっとん。ありえんやん、何？野生動物？あ、バナナの皮、そして、バナナの皮、あ、バナナだ！あれを辿っていけば、どこに辿り着くのかしら。どこ？こっちではない、こっち？ん？こっちなのか？バナナの皮なくなったんやけど、途切れたよ。どこに行けばいいの？途切れたところ？どこで途切れたっけ？あ、ここで途切れたんや。ここで途切れたよ。ここにおるわけじゃないよね。なに？どこ？どこなの？どこなの？おらんくない？ 4 階に降りてきた。ああ、どうも。次何？ 3 階なんかな？もう一回上に上がったとか、撹乱させるために。そんなことはない？そんな頭のいいやつやったらバナナの皮とかわざわざ落としていかんかな？何やってんの君ら。あ、なんか部活動？じゃなかったらただの変態やんね。バナナの皮ないな。ね、ないね。ってことはいないのか？ 3 回やったんかな？とりあえず、上まで見てく？あ、上屋上やんねん。なんか始まった。何？何？キングコング？あいつが犯人か。なんだと？おい、ゴリラじゃねえか。なんだお前ら、俺様の邪魔をしようってのか？ジンペイさん。はい。ゴリラ、エマを離せ。エマはバナナじゃないぞ。俺様をバカにするんじゃねえ。それくらいわかっとるわ。いや、バカにするやろ。バナナの皮あんな落としまくって。モヒカンゴロウって何？そんな名前な。バナナだと思ってさらったんじゃないのか。ちょっと、さすがに間違わないでしょ。うれ、この学園の人間どもは絶対に許さねえ。何？何があったの？うわ、来た。何？何の恨みがあるの？お前らもぶちのめしてやるぜ。ひゃっはー。行くぜ。待ってろ、エマ。まずはこいつをぶっ倒す。うわぁ。よし。頑張ってやっつけようじゃねえか。ひねりつぶしてやるぜ。ゴリラならウホホって言え。変形。変身。よし、変身。いいな、ブルームーンのこの感じすごい好きなんよね。変身し。よっしゃ、来たー。ほら、いけ。マインドトラベル。効果はよくわからない。ほら、いけ。あっという間にやっつけれるやん。早くない？ほら、早くない？ちょっと私の攻撃。何？誰？なんか変わった。メガモヒコング。進化するとかありなんすか？進化。なんか別の場所から現れたけど。異性が吹き飛んでやがる。待って、なんか、範囲が広い。でも、避けれたけど。やめてー、燃えるー。妖撃波は近くじゃないと気がしてみつも。あ、そこからもしかして攻撃技が出てこんなるってこと？なんか濃くない？ねえ、濃いよね。なんかこっちまで攻撃が届いたよ。どういうことやねん。ちょっとよくわからないんですが、効果を説明してくださいまし。決まったね。陽気なパン。いや、なんかしょんぼりになった。しょんぼりって爆炎波からの多い陽気波。助けてー。いやー、やばい。今のは避けれなかったのか。待って、みんなちょっと。
生きて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 みんなちゃんきれいに後ろから歯車めっちゃ嫌なやつ。今のは避けれたのかわからない。使いよ使いよ。おっと危ねー。エーションボリになった。当たったってこと関係なくかな。ああの範囲に入ったらションボリになるんや。なるほどね。停止するよ。長押しできてるよね。できてないんだろうか。よっしゃ来たでー。よし、やっつけてやる。妖撃破。よし、間違い。陽気なパーク。からの爆炎波。もう今のは当たってなかった気がする。いやー、よーちょっと待って。めっちゃ範囲広いから今の避けれたの決まったねってことは。当たらなかった。こっちに来ないで。ほら。違うんだよ。攻撃技をしたいんだけどね、私。これは届かない。届かない。全然届かない。やったー。ブロックレディ。ちょっと拾いたい拾いたい拾いたい。オッケー。全部拾った。イエーイ。これで助けられたか。あの皆さんありがとうございます。また助けていただいて。オニオン取り憑かれたりヘビになったりバナナになったり今も大変だな。バナナにはなってない。いやいやそうそう。チキショー、なんでうまくいかねえんだよ。何なあゴリラ、バナナ目当てじゃないならなんでエマを触ったんだ。ねえ、学園の人間を許さないと言ってたね。君が怨霊になったきっかけは何だ。元ここの生徒とか。復讐だ。俺様から自由奪った奴らんな。ん？自由？髪型ってこと？モヒカンゴロウやし。俺様は死ぬ前、動物園で芸をやっていた。人間じゃなかった。普通にゴリラやった。檻に閉じ込められ、人間に笑われ、そんな日々が嫌になって。動物園を脱走した。俺様は自由になりたかった。だが俺様は死んじまった。この学園のせいでな。どうして？ここで工事やっててよ。そこの鉄骨が落ちてきやがった。怨霊になってこの学園に復讐するために、まずは学園長の娘を襲ったってわけだ。でもさ、いくら無念だったからって、それは八つ当たりじゃないかい？事故か。お前らにはわかんねえだろうな。俺様の気持ちなんてよ。毎日檻の中でバイクにまたがって、ヤンキーゴリラって笑われてよ。メラやん。檻の中ではないかもしれんけど。もしかしてあなたは、モヒカンゴロウさん？え、生きてた頃からそういう名前やったん？それがなんだよ。やっぱり、あなただったんですね。何？小さい頃見に行ったとか？エマ、こいつのこと知ってるのか？私、昔その動物園に行った時、迷子になって泣いてしまって。その時、モヒカンゴロウさんの芸を見て、すごく元気づけられたんです。おー、やっぱそうなんや。私たちのせいで怨霊にしてしまって、ごめんなさい。あの、でも、あなたも自由になれるから。勝手なこと言うな。俺様はもう、自由にはなれねえ。私、あなたの気持ちわかります。私も前までは自由じゃなかったから。でも、ジンペイさんたちが、私を助けに来てくれたんです。怨霊に取り憑かれて、剣の塔から出られなかった私を、連れ出してくれた。はい。だから、ジンペイさんたちの力で、あなたも自由になれます。それは、召されるってこと？俺様はあんたにひどいことをしたのに、それでも自由になれっていうのか。いい子だな。お、成仏する？ああ、ゴリラになった普通の。あ、もともとはとっちらかったモヒカンじゃないんやね。そういや、芸を始めた頃は、人間の笑顔を見るのが好きだった。人間のこと嫌いじゃなかったって。あんたのおかげで思い出したぜ。お、メダルか？来たー。
ワイメダル、漆黒の襲撃者を手に入れた。お、エマも映っとる。恨みは晴れたようだね。これで一件落着というところか。よーし！ゴリラ、気ままに楽しもうぜ。音量ライフってやつもさ。あ、その辺に普通に、漂っとる感じ？ふっ。お、やってやろうじゃねえか。よかった。ありがとな。エマ、おかげでゴリラも元気になったし。いいえ。お礼が言いたいのはこちらの方ですから。なあ。そうだ、エマ。またモモに乗って空をビヨンと飛びに行こうぜ。それって二人きりで？え、みんなでじゃないの？ぜひ今度、ご一緒させてください。クエスト、漆黒の襲撃者、バッチリ解決。本当にゴリラやとはな。でもこれで高機動宇宙兵フェイスが手に入ったぜ。やったね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかさ、なんか、ジンペイたちって生身の姿で屋上から普通に飛び降りれるとか、すごいびっくりしたんやけど。ありなんすか、そういうの。